こんにちは、亀山ライダーです。今日はですね、増車するバイクのナンバーをもらいに行きます。そこね、中野区役所。区役所でナンバーをもらうっていうことはあれですね、原付1種か2種っていうことですよね。ちょっとさすがにこれヘルメットかぶったまま入ってったら怪しすぎるんで、外します。ナンバーをもらうのに必要な書類なんですけれど、これケースによっていろいろ違うみたいです。で、今回は、個人売買なんですけれど、この販売証明書というのが出ていて新規になります。で、新規に登録する場合はこの販売証明書と、印鑑、あと身分証明書、免許証ですね、それで OK ってことです。ちょっとね、この 70cc ってなんだよって思うかもしれませんけれど、はい、まあ 70cc なんていう排気量のバイクは、はい、限られてますよね。どこになるんだろうって話ですけれど、これですね、多分ここに行けばいいんだと思います。3階の7番行ってきます。はい、原付ナンバーの登録、さっきの書類の必要な欄を埋めて提出、今待っているところです。はい、ということでナンバーあっけなく取れちゃいました。この黄色いナンバーです。この取り付けるネジももらえるんですね。お金はかかりませんでした。さてと、であれか、自賠責保険を登録しないといけないね。自賠責は、コンビニや郵便局、ネットでも登録できるってことだけれど、どうしようかな。はい、まあ自賠責付き合いもあるんで、いつものバイク屋さんにお願いしようと思います。はい、自賠責入ってきました。これであとは家帰って任意保険に入れば OK かな。いや、まあすごいですよね。今自賠責バイク屋さんに登録してもらって、その車体番号とか見て調べてもらったんですけれど、あのコンピューターに入れても古すぎて出てこないって言われました。まあ、あの調べた感じだと30何年前ぐらい、はい、そういう年代のバイクっぽいんですけれどね。部品とかありますかねってことを言ってました。はい、まあいろいろ不安もありますけれど、まあ大丈夫でしょう。はい、早く取りに行きたいですね。はい、ということで今回はここで終わります。次は引き取りの動画になるかな。はい、楽しみにしていてください。バイバイ。